イトヨはトゲウオメトゲウオカに分類される魚。北半球のアカ帯に広く分布し、日本ではソカ海遊性の個体が北海道の太平洋側の河川に遡上し、一生を河川や湖沼に生息する淡水性の個体群が北海道、青森県、岩手県、福島県、栃木県、福井県に存在する。全長は10センチメートルほどで、体は この葉のように左右に平たい。背中には背びれの棘状が3本離れて発達し、さらに腹に2本、尻びれ付近にも1本棘がある。鱗はないが、棘動画特有の輪盤ンンが体の側面に並び、骨質化したおつかぶ竜気骨を有する。体色は褐色だが、成熟したオスは体が青っぽくなり、喉から腹部にかけて赤色のコニ色を発現させる。 イトヨは、鮭と同じで、川で生まれた稚魚は海へ下って成長し、産卵前に川を遡る海遊を行うが、海まで降りずに、淡水域に止まって成長する、淡水性の個体群も各地で知られる。若い個体は、群れで生活し、動物プランクトにや小型の甲殻類などを捕食して、成長するが、婚ニ色を発現させたオスは縄張りを作り、同種のオスを激しく追い払うようになる。 同時にオスは縄張り内の川底に穴を掘って水草の根などを集めトンネル状の巣を作りメスを誘って産卵を行う。オスは産卵後も巣に残って卵を保護する。寿命は1年でオスメスとも産卵が終わると死んでしまうが稀に生き残って2年目の繁殖に参加する個体もいる。なお繁殖期のオスに様々な模型を近づける実験では たとえ形が似ていなくても体の仮面が赤ければ攻撃行動を起こす。この修正は本能行動の例として知られ、教科書などにも登場する。岩手県大津町では東日本大震災による津波の引き波で淡水型イトヨが川の下流に運ばれ、春に海から遡上してきた日本イトヨと自然交雑している。日本では 2020年版の環境省レトリストで、ハリヨが、絶滅危害英類、福島県以南の太平洋系陸風型イトヨと、本州の日本イトヨが、絶滅の恐れのある、地域個体群に記載されている。ハリウオ、ハリトト、トゲチョ、ヒアカシなど、ハリヨがストラスティアスアキアリアタスサブスプ、定まった学名がない。日本イトヨがストラスティアスニポーニカス。 ありがとうございます。